山広の美海一ラジオさあ金曜日の夜になりました皆さんこんばんは山広ですこんばんは吉本新劇のすっちーですこんばんはアナウンサーの古川恵子ですまあまあ元気よくは9月の最後そうですもうちょっと涼しくなってね朝はそうですねやっと感じで金曜日の夜を迎えますけれどもあのいつもだいたいこれ本番に臨む時って先週何話してたかなとかはい でまあその続きもので何かこうまた続報とかいろいろと言うため忘れんように思い出すんですけど、うんはい、今日この時点でも先週オープニングとか何話したか完全に忘れてんのよ。<laughs> 20日か20日金曜日。 なんかさもう最近むちゃくちゃ多いんよいやいやほんまにでも僕も思い出されへん先週のオープニング何喋ったかですかちょっと気がそれたらもう無,無理無理やお<ー>え覚えてる覚えてますよまあ完全に2ネタあったとしたら1ネタは忘れてますけど、うん、後半喋ったことは覚えてます何しゃうった、うん言いましょうか もうちょっと考えるわすごいな自分今言ってだってさっきスーさんと話してて立ち話してて覚えて忘れてないって言ったら「いや僕も忘れました」言て人で忘れて思い出さないかって「前はこれ今オープニングで喋るわ」って言って忘れたな言ていやほんま多いのよもう物忘れほんで耳鳴り 霞目も本当に怖くなってはねほんまにお医者さん行ったんですよ。とかようすかやんほんで大体みんな白内障になるやん。とかまあ近視強かったら気をつけた方がいいって来る時期が早いか遅いかでしょでもちょっと目薬とかねもらえたらなと思って行ってそしたら検査受けて「白内障大丈夫ですよ」ただね」って今すごいね検査も CT とか。 終わってからこれちょっと見てくださいねって,言ってわっ話しだして、うんえー、白内障はご覧のように全然大丈夫なんです、うん、ただ左目のちょっと上の方にあるこの赤い部分ありますよねって赤いというのは目が赤いというのではなくて、うん、そのデータ上赤く出てしまうところが、うん、ここのところがひょっとしたら緑内障の疑いがありますと。 そういう見えなさはないですかってかそれは見えにくさはないです」ほでまあでもとりあえず検査は必要ですから再検査ということで1か月後来てください言って行ったんですよ先々週かなそれでその再検査やったらそれもデータ上は赤くなってたけれども念のため検査やったということで大丈夫ですとでもかすむのよたまにねたまにやけどとかほさっき言った耳鳴り なんか耳鳴りしてる耳鳴りはね3つぐらい音聞こえてますね常に<え>高音と中音と低音ぐらい常にですか、うん、今も今も今も一,<え>一番キーンっていう音っえずっとですかはい ななんんででそんな普通るだからそれも耳鼻科とか行ったり<う>あの会社の検診でね最後何か問診があっていろいろチェックするところに耳鳴りがするってやる必ずチェックして耳鳴りするんですって言うけど耳鳴りはね原因がわからないんですよねみたいな感じで誰も取り合ってくれないから我慢してますだいぶ前からってことですか割とと長いこなんんでで言わへんかった今まで ようやつずっと鳴ってるから。いや僕たちに <laughs> 言ってませんでしたっけ？それも忘れて <laughs> <laughs>。ずっと鳴ってます。い<や>で時々高音がふっと消えて低音だけになったり、あそうはい、でまた鳴ったり。今はちなみに高音だけですか？今き、え、聞こえるのは高音だけです。<laughs> その時の周りのやかましさにもよるけど、だか寝る時とかがね、シーンとなるとすごく気になりますね。いや、だいぶ気になるでしょ。全然あのそんなもう僕なんて多分、はい ほんまちょろっと23 <laughs> <よ>分とかなってるだけですぐ <laughs>、はい、まってるからそ<う>かわいい、はい、無理ねそうなんですよこれで最初に「耳鳴りがれ!」って出て恥ずかしいずっと漢方とかも飲んでみたりしましたけどねあんまり変わらないですんでやろうなんでしょうね、えー、だから言わんだけでみんななんか抱えてるんすねえそっスチも えみんな、みんなって言うからやな。うん。離れされたえってない。な。いや、なんか抱えてるんですね、ねって皆さんっていう。自分がって言うわけじゃない自分が、まあ、言うたら、まあ、字はちょこちょこなりますああ、それは言ってるよね。はい。昔よりも、その、スパンが短くなってきてる。前なったん、あれ、だいぶ前やったな、いうのが、あれ、これ1ヶ月も、 ぐらいにななってたよへえまあなんなだんとあるんやな,なんかね、うん、そんな休むほどじゃ寝込むほどじゃないけどい、ね、でも自分の中で割と深刻じゃないですか、はい、抱えてしまって気気ににななるるはたまになってたものがだんだんもう短く。うん 周期短くなってきて、うん、んで「ああまたやまたや」ってんでそれが「慢性」って言われるものになってんねんなってなったらちょっとショックですよね。そうで,す、ね、うでまたそ治療も難しいよ「慢性」言うたらう、まあ、そうで,す、ね、あでそこで「はい、物忘れが」が <laughs> 前から、まあ物忘れはね <laughs>、うん、ご承知の通りあるんですけれども, <laughs>、はい、もほんまに抜け落ちてんのよ先週先週とか。 思ああ思い出せないいい出出せせなな、まあ、毎日朝やってるから朝喋ってることもあるしご<て>っちゃになるんちゃいますそうかそ,それもあるかもしれないですね。 でもいろいろだから、うん、その覚えておくことが多いんちゃいます、うん、あ短期間でもインプットすることは多いよね。うん、これですぐアウトプットしていく、うん、もう入る量が限られてるし、うん、僕の場合多分そんいや僕もだからもう限られてるし忘れっぽいなって思うから家に付箋めっちゃ貼るし。うん、あわかるあの スマホにもメモ機能あるじゃないですか <laughs> す、うん、あそこにメモするんですけど、うん、あ殺これ,忘れたあかんメモしようってメモのページ開いてメモする前にちょっとだけあ,あれもやなって思うんですよ。はははい、はい、はい例えば、ー、動乱あの舞台で使う動乱買わなあかんなって思ってメモしようと思った時にリセッシュとかファブリーズ <laughs> あの手のもんもいるね <laughs> でファブリーズ覚えてるけどあれ メモすること忘れるからめっちゃ気持ち悪い。あそういう時ってな、うん、なんでまず動乱って僕もそうやねんんでまず動乱って何かにメモしたらええのまず一番最初に思ったことすりゃええのに、うん、YouTube とか見ててもあこんなやつ見たいなって思ってパッと開いた時にバババ,バッとこのメインの画面に映ったもん、うん、ちょっと目移りしてそれちょっとだけ見てまうんですよ。<laughs> かるわか 本なら本来見ようとしてたものが何やったか <laughs> マジで1個見たらその横の何か見てまうでもっと見てまうえ俺もともと何をって思った時に戻れる時たまにあるのはその YouTube の画面パーンと消して、はい、いわゆるネットの画面なんか調べてた。うんはい その調べてた画面、にパッと戻った時、これやんか。戻ったよな、画面が、その時がわかる。あと、なんかの表紙に、ふっと思い出すことも、ないことはないんですよ。たまにあります。たまにあるんですけど、でも、よかったわ今の話聞けて。いや、僕だけはなかったんやって。結構、みんな、え、ってるそれ。よそ行ってしまうって。すぐ、それ、すりゃ、いいのに。いいのにね。あ、なんか、ちょっと、ほんま、安心。みんな。 やっぱりもうほんま先週こう喋っててじゃあスッチ今時間経ったじゃないですか、はい、思い出しましたよかった僕も話しながら思い出そうっていう、ねうん、意識がちょっとあって、うん、なんとか先週のと思ってんねんけど思い出せませんそうですか、うん 答え言いましょうか。え覚えてんのほんまに。だからね、多分前半と後半で二つなんか話したと思うんですけど。い俺ら数歳にさっき言ってんそれも。はい。そういう本番の本で言うわ。うん、いやフルさん覚えてるなって言ってて。<laughs> うん、うん。いつもそういう時記憶力えアえー。いやまあまあ変なところでね。<laughs> 何教えてるんだろう。後半は、うん、チャチャ入れマンデーから。 天津飯とか、ウスターソースがど、<で>どこで、どっから、<laughs> ど,からどこまどこで、静岡とか浜松とか、そうですね。天津飯は、そうそうえっと品川からです。醤油味とケチャップ味が、どこで分かれるか,とか。<ー>ウスターソース置いてる置いてない。の話と、あと関西でしか通じない言葉。うん 言うてる間に来るわの言うてる間にねぬくめるとか全然関東の人とかこの人分からへん明日のパンも分からへんかったしそうやほんで明日の服の話したわう、明日の服用意するんかっていう話までしましたねああよかった『スッキリ』さそれ言ってねその話をしてほんでその後ね阪神戦見たんですよ <laughs> でねえっと、ナイターで買ったんですけど、うん、次の日が、はい、あのデーゲームをやったんですよ。はい <laughs> でそれ関西弁の話してたでしょ、そのあの野球中継見てて、はい、解説があの福本豊さんやったんですよ、うん、世界の福本、うん、世界の盗塁王ですよ、はいえ、福本さんが最後に試合終わってからアナウンサーともう,もうじき放送終わり、き、えー、今日阪神勝ちましたけれども、いよいよ明日はね、デーゲームですから、福本さんって言っ,て言ったら、福本さんが、もうほんま、ほんまあの、もう寝たら朝やからな。 <笑><笑>これもハハハいハ <laughs> それもよう言うやん関西人って寝た,あ寝たらもう朝やわって分かるよ言わんとしてることは福本さん,んでもアナウンサーが聞いたのはその体調管理とかね、うん 今日こんな遅くまで試合して、明日朝、集合するの大変ですねっていうことが聞きたかったのに素晴らしいなと思って、<laughs> それを改正したとして、<laughs> 普通に言って、<laughs> はいってアナウンサーも改正だけど、成立するのは福本豊さんしか言ってないな <laughs> あもう寝たら朝やからなって言って、<laughs> 一言、<laughs> 名言やで、あ,あそうか、そんな話を先週のオープニングでしてたんですね。ししそれはだから後半 後半で二ネタ目やと思います。確かそうやね。最初はまた違う話をなんかしたような気がすそれは思い出す熱いだったのか。はい。良かった。じゃあ完璧に思い出したわけじゃないですね。はい。後半はその話したなと思ってまして、でメールが来てるんですよ。え、メール。三重県のモンチンタンさん。はい。モンチンタンさん。前回よそで通じない関西弁が話題になっていましたね。とー。 当たり前だと思っていたのに他の地域の人に伝わらなかった経験が皆さんにあると思います、うん、私は三重から大学進学で大阪に出たのですが、うん、友達と遊びに行く約束をする時に何回話し合っても日時が全くかみ合わないので、うん、よくよく日を合わせていくと衝撃でした、うん、三重では、うん、明日なあさって日明後あさって明日あさって次なんですか 三重では、ささって。明日、あ<え>さって、ささって、しあさって。あ、ちょっともう一回、明日、あさって。一日後が、あ、明日。二日後が、あさって。三日後が、ささって。ってがそして、しあさっては、四日後です。しやからかな。はい。は<ー>他の地域には、この三日目、ささって、がないんですね。 三重の人と日時約束するときは皆さん気をつけてください初めて聞きましたよ、はい、三重の知り合いもいるんねんけど多分刺さってっていう言葉が出てくる話がなかったよねあんまりそんな約束しないですかねか刺さってってどんな自覚やのねさあさってはまあ明後日って書くじゃないですか <laughs>、はい、一応そう読まへんけど、はい、ほんでただしあさっても、はい なんかあるの漢字がだら詩はやっぱ「4」になってくるんじゃないですかんなそういうに考えるとこの「三重」の方が正しい気もしてきますよねで「詩あさって」の次の日「ごあさって」って言うたりしますね。あご5あさって言う、はあ、そんなんあるんだ言わないごあさってって。<laughs> でも関西でいう「5あさって」は4日後になるよねそうなんだか一日ずれるんでささってが入ってくるからほんまやほんこれ三重の方がか345にちゃんとなってるんでささって調べたらもうすぐにその三重のことが出てきた三重県の方言三重県の方言ってことは三重以外では言わないので全国的にしあさってあさっての翌日を「うん」 全国的なはしあさってと呼ぶに対して三重では伝統的にささってという言葉が広く使われるはあ。うん、ほささっての差は三かだじゃないですかねでもこれひらがなですねひらがなでねでもささってしあさってって言ってるってことは三敷いていくじゃないですか、うん、はい。だからさあさってがささってになったんじゃないかとか、ね、さあさってねさあさってさ、はい、さって三重感じ。 とでも「しあさって」っていうのもあれやね全国区やねんねしやさ。そうですね。す関西だけかなと思ってたん。いや「ささって」じゃなくて3日後としての「しあさって,て」はい。日してしあさってへえ三重の人だけ違うんやけど三重の方が正しい気がする。なんかね今になってますね、うんはい、漢字で書いた時正しい気がする。そうですよね、はい でも多分なかなか広まらないと思いますよ今から無理やで言葉ってやっぱり幼い頃から擦り込まれてるからねんで見えなやろほんまにほんまですねなぜ見えがピンポイントなのかやっぱあれちゃう伊勢神宮あるからちゃうか三三はだからどっちの三いわゆるあの えっと、参加するの三重の三あ重もんかそのこの三宮の方の「三」がなんか,かかってないんかな。なかなまあ、三が重なるってどういう意味なんやろうな。な三,重三重のそもそも三重県内にね三重,三重県も広いじゃないですか。はい 伊勢志摩地方があったり、はい、鈴鹿地方があったりするじゃないですか、うんはい、もうほぼほぼ新宮に近いところ新、ね、宮に近いところはもう和歌山に近い熊の方のほねこ、うんで見えて言うんやろうかとか思ったりなるほどうん、うんうん こんなん三人で考えると絶対結論も出ませんけど面白いねでも言葉ね面白いですねでもそれって偶然そういうメール来てたの？はい来てましたそのいわゆる関西弁かなオープニングトークについて今なんかちょっとサブイボタンサブイボが言わへんな関東はえっと鶏肌鳥肌チキン肌っていう人もいるな。 最近はね最近っていうか僕たちが若い頃にも言ってた大学時分に関東に行った時にチキン肌って聞いたへえ言いにくいやん5文字になったらねチキン肌って鳥肌の方が対抗しようとするいや東京って聞いたし京的。別にそうじゃなくてほんまにさっと出る言葉が一文字増えたらあかんやんって思うんですよねまあちょっと語呂とか語感の問題もありますけどね あと私今朝 T シャツ新しいの出しててサラピンって思って確かサラピンって関西しか通じないなと思ってサラとかサラもだめなんですかサラ多分通じなかったとうサラはあかんかなサラサラサラなんかも絶対言うサラ絶対言うサラ以外にてうってどんな字なんですかねサラねサラだから標準語では一応新品新品 サラピンのことを新品新しい新品サラ新品サラサラ新え新,ん新って書いてらって読むんだ。なんかあるんやなそれも。手の加わっていないさま。 さらってなっ、ね。さ、うん、らってね。新しい感じ。さらしや、さらぴんや。さらにしてな。ってこんなんあかん。さらにしてやて。さらのやつ持ってきて。そやな。だから、ば、関西弁、なんか、でも、使わなくなってる。若い子多いです。今日日ってうと笑うじゃないですか。<laughs> <ー>興味ね。うん、なんで笑うんやろうと思うけどね。<laughs> だもうほんまに誰が喋ってのを聞いてるかですよね段。うんだからおじいちゃんおばあちゃんと暮らしてる子はやっぱりまだまだ使うしそうやねあとは吉本新喜劇さんの存在が大きいですよ大きいよまあ今も昔もそう思ったらちゃんとせな飽きませんねいやちゃんとしてもらわんでええねんけどちゃんとちゃんとっていうのはだからもう これでもかこれでもかでやっぱりり込まれるんで今の子供たちも新喜劇見てる子たちはすり込まれていくんですよで覚えていくんですよ。これが大阪の DNA ってやつです大阪弁もそうやしやり取りやり取り間の取り方で新喜劇に追わせてしまってるけどすごいと思いますよ。う新喜劇が背負ものは大きいい重わわ だから千葉くん出てきたらあのエックスとかであのえせ関東弁は出るなとかえせ関西弁や関西かでも俺千葉くんの登場がほんま神風やと思うやっぱり石本新規劇の今までの中にあの大阪出身でないあの役者さんもいたじゃないですか。 えその人たちいたけども、まあ、関西弁に近いニュアンス残してたんでしょ、うんうん、何を言うてんねんな君らって、ね、あの関西弁ちゃうねんけど<笑><笑>あの桑原師匠とかもバリバリー九州の方の名前やったりとか一之輔師匠も愛媛とかあ<ー>いっぺん パッと見た時に舞台上にあれ大阪人俺だけやみたいな時ありましたね。実心<ー><ー>がみんなうっすらなまってるんですよ。<laughs> そうそうあれがね <laughs> 心地よかったりもしたんですよ。うん、確かにねもうそれもひっくるめて、うんえー、新喜劇の中の一の結晶。はいそうですね。みたいなとこがあるので、はい、そうです、ねうんうん。そこにこだわりはね、うん、変なこだわりはないですけど、なん,なんかあのー、我々がちょっとあの詐欺師の役する時とかって変に関東弁使ったりするんですけど。 うん、なんかほんまにシンプルにそのままの関東弁学校入ってくるっていうのはなかなか新鮮でしたよ。新鮮やろね。だから、あの千葉さんの存在は新鮮です。うん、うんうん、だって。やっぱり日本中ね。みんな散らばってるじゃないですかね。関東の人が九州行ったりもするし。うん、だから本来あれが、うん、なんか？ アメリカ合衆国じゃないですけどいろんなねいろんなところの方言が飛び交ってでいいんじゃないですかはいはい、はい、そうですねそう思いますけどね、うん、私の父のふるさとの島根の人とかはやっぱり島根を出たらなるべくちゃんと喋ろうってものすごい封じようとするから「はいそ,ね、そんなことない聞きたいんですようん、うん、島根弁を」って言ってもいやいや恥ずかしいあ、だから我々大阪の人間は、うん、<laughs> どこ行っても。 大阪弁世界中どこ行っても大阪弁で通そうとするけどそれ真逆らしいね例えば青森とか岩手の人も言ってたよそう言って人の前に出ると出ちゃうからとかよろしいやんと思うんやけどそれはあかんみたいなそこは大阪だけ違う何でか言ったら吉本新喜劇を見て育ったからで人の 数を聞けた時の、そのなんか、うん、わ、ええー、なっていうのありますけどね。こっちのさ、心地。ある。そういえば、その方言ばっかりの、うん、その女性の。あの集めた D. V. D. 何年か前に。あれが今までで一番のダサくや。った <laughs> ほんまに、なんじゃこれ、言うたもん。 それが聞きたかったのにちょっとちゃうかったんですね <laughs> ちょっとちゃうかったん求めてるものと、えーうん、そういう時出てくる方言が聞きたかったのにや <laughs> 違うぞそんな,そんな,なよかれえ思うてな誕生日プレゼントをくれてるのにあれが一番ダサくやったもえらいもんでそっからは僕の好きな女優さんちゃんと古川さんに事前に聞いといて <laughs> その人のベストっていうのってあ<ー> <laughs> まあ外れないですわね <laughs> それもう分かってるわけだからね、うん、この道ものね こんなもん来週覚えてへんとお前いろんな話したけど結局全段覚え出出せないよね。そうですね 入り口何やったかはちょっと思い出せませんけどもありがとうございますモンチンタンさんね三重には刺さってがある刺さって初ました。こんなもんもう忘れんだよ俺一緒に何言ってたいやそれっていうよりあれ三重ってあれななんやったかないと古川さんが刺さってですってちゃんと覚えてある人がそれはそれでプレッシャーやな覚えとくようにしますはいでは今日も各コーナーございます 怒りの投稿街中モンスターハンターでは皆さんが街中で目撃した腹立たしいモンスターの報告をお待ちしておりますそして山本社交クラブスッチーシー月間は今日まででございますここまで三週ロッシーニさんが必ず送ってきてくれていましたが、うん、今週も来ているのでしょうか期待したいねそして最後のスッチーシーはどなたに、ね、どうぞお楽しみに、うん、レベルが高いと最近。いすごかったですね,ね<ー>先週もね、はい ピカイチ価値観調査これどやねんでは皆さんがこれどやねんと思うことをお寄せください。私たち3人はどう思うかお答えいたします。 メッセージをご紹介した方には、毛がふさふさのピカイチラジオオリジナル歯ブラシをプレゼントいたします。山本社交クラブでドロッとしたメッセージをご紹介した方には、山広さんの直筆応援メッセージ入りクオカードをプレゼントしています。そして今週までスッチ衣賞恋の軍資金もプレゼントします。はい、送って来られると何かと困るという方は、自体希望と書いておいていただければお送りしませんのでご安心ください。メッセージの宛先は、メールの方は、 山アットマ、ま、ーク MBS1179.com YAMA アットマーク MBS1179.com ファックスは大阪066809-9090大阪066809-9090です番組の公式 X アカウントはアットマーク山1179公式 Facebook も見てみてください皆さんのメッセージお待ちしています 山広のピカイチラジオは山広と吉本新喜劇のスッチーと MBS アナウンサー古川恵子で AM1179FM906 の MBS ラジオからお送りしています。怒りの投稿街中モンンスターハンターーハ モンスターペアレントにモンスターペイシェントさらにはモンスターおばちゃんまで現代の世の中にはさまざまなモンスターが出没していますそこで皆さんが街中で目撃した腹立たしい行動をとるモンスターたちを報告していただきます埼玉のうどんカレー和風さんが見つけたモンスターですありがとうございます、はい、大手コンビニで買い物をした時のことです支払いの時にポイントカードと現金を提示すると 店員がややイラつき気味に「この金額だったらポイントつかないんでポイントカードは出さなくていいですよ」と言い上がりました「確かにわずかな買い物ではありましたがそうだとしてもそれ言う必要あります?と」とそのモンスター店員の対応にこちらもイラつきましたわわわかかるるものすごいかるそれは詳しくないんかなうどんカレーは風さんは僕並みに。 おポイントについてですかだから何でもポイントカード、はい、まあ作ったとしいな、はい、で現金で払うやんか、はい、現金で払うんやけど、ポイントカード作ってるからと思って、いつものように出しただけやん、はい、これって。はいはい そんなこと言われんねやろたまにありますねなんか500円で1個とか1,000円で1個やのに、はい、そこに足りてないのにあんまり<ー>考えんとポンと出すこと3400円で考えんとてない、はい、ンと出した時に大体<ー>申し訳なさそうですいません500円で1個なんてとか言われますけどね,うねそういう,うな言えること言えへんことな、はい、うもっそうはっきりしてるわ普段うるさいぐらいにポイントカードはございますかって言うてるから <laughs> い、ね、多分もう 言うてきはるけど言われる前にもちゃんと用意しとこっていうので出したんでしそううできるだけね今のシステムにね迷惑かけんとことか遅れんとこと思ってそうやって出してるだけなんですよ。つけへんのはつけへんでええけど言うからいつも「イントカードございません」かとか言うからだから事前に用意してね持ってたのに。そうそう言い方がまただそうですね。はい だから僕だったらもうカチン切れやろな。うん、なあ <laughs> その言い方だっ,って。もうその人人生ずっとイライラしてるというかなんか満たされてないんですよ。えー、あ店員さんの方がそう。んか焦ってる時にちょっとうまいこといかんかったらイラッとしたりして普段言わんようなこと言うてもたりちょっと顔に出てもたりとかするじゃないですか。うんうん、だからそれがずっとなんちゃいますね。 もう雰囲気というか染みついてるかみ込んでるっいうそういう人になっちゃってるななるほどなだからそういう人にまともに怒ったらあかんというこだめ相手したダメです関わったあかん自分あの僕ね来月から日曜日の朝ねやまひろのあの何て言うだっけ「お寺さんさんモーニング」っていう番組始めるんですよ二20分の番組ですですあのお坊さん来てくれていろんな悩みとか怒りとかそういったものに対して そうす言ってくれるっていうでまあお坊さんの相手しするのが僕なんですけどああ自分いけるんちゃうそれお坊さんではないけど僕はめちゃめちゃ煩悩だらけの人間ですから <laughs> <laughs> はいそうあのいい部分と悪い部分の差がも激しくって <laughs> うんお坊さんの喧嘩になるんちゃいます,いいすい今もうめっちゃえい,い答えやったよねそんな時もあ<う>り<や><う>ほんまに。 たまに出ちゃうんですよイラッとかるよ、ね、みんなそうやからな、うんうんま。前のマネージャーとかにもなんか、うん、普段こんな言い方せんへんなんであんな言い方してんやろな感じ悪かったやろうなとか銀行でなんであんな感じで丁寧に言ってくれてはんのにと思って一応次の日とか、うん、絶対。 謝りに行くんですよ。おお。それはすごいね。なんか、もやもや。まあ、多分これって。相手に対してもそうですけど。自分に対しても、やっぱり気持ち悪い。わかる、わかる。それはあるよ。昨日すのませ、んなんか、急いでて、感じ悪かったですね、みたいな、すみません、みたいな。あ、いやいや、忙しかったん、やろうな、表で、みたいな。で、行くことによって。で、一言言うことによって。自分も、ちょっと収まるじゃない。そう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 。気持ち悪いのがあるんで。あ、偉いな。う でもこれ関わった人やからするけど、うん、これがもう街中でパンとなった時にわバっと言っちゃったのって、うん、多分ずーっと思ったままやと思うのでかか、うん、だからほんまに面識ない人とあんまりならんように、うんうん、一応。 ごめんなさいってすぐ言うようにはしてますそれがね日曜日の朝にねちょうどいいなと思ったんですお悩み相談ねお坊さんだけでなく今月はすっちさんですお答えします今月の相談いねいやいやでもそんな言いながらもあの自転車止まってるやつも開けて投げ倒したこともありますし人間ってねほんまになんであんなことしちゃうんやろっていっぱいありますよ いやだからこのコーナーもね、はい、モンスターハンターでそういう情報をもらっていろいろ言うけど、まあ、言ってみんなでうさはらして、うん、えと何もうちょっとガス抜きじゃないですけど、うん、まあそういうためにもいいじゃないですか。うんうん でやってるようなもんですからね。で皆さんもこうやって投稿してくれて、で呼んで我々喋って。一緒に怒ってね。はい。そうです。っきりしていただけたら。いいと思うんですよ。ございますね。では次も行ってみます。は南市のケナっしーさん。はい。ありがとうございます。小一の息子の宿題を見てあげていた時のことです。宿題はプリントに書いてあるイラストの名前をカタカナで書くと。まあ、カタカナの練習ですね。で。 プリンとかハンバーガーなどの食べ物のイラストが書かれていて、うん、下の段にはアニメなどののキャララクターのイラストが描いてありました<ー>ミッキーマウスとか<ー>スヌーピーとかピカチュウが書いてあってその名前をカタカタナでで書くという宿題でしたそういったキャラクターは息子も僕もすぐにわかりましたがその下に「 鬼滅の刃とか、うん、ミニオンのキャラクターも書かれていました、うん、鬼滅の刃もミニオンも見ていない息子はそのキャラクターの名前を知りませんでした、うん、息子から聞かれましたが僕も 個々の名前までは知らなかったので、うん、仕方がなくネットで調べて息子に教えました、うん、アニメを見ていないとわからないネットで調べないと書けないような宿題は少しモンスターじゃないかなと思いましたその通りですねそれは学校の先生誰が問題作ったのか知りませんけども、うん、もし先生やとしたら先生が見て印象に残ってたから書いてるだけでしょ先生が好きとかね もっと世間一般にもうなんか認識されているもので、しかも小学1年生ですからね。その出題の仕方に問題があるんじゃないですか。やっぱり。カタカナのもの。え問題やみんな喜んでくれると先生思ってたかもしれませんけどね。い問題そのものはいいんですよカタカナでね。はい。だって今ピカチュウで聞いて僕書いたんですけどピカチュウのピカチュウね。えピカチュウピカチュウピカチュウや。 ピカチュウ。ピカチュウ。え、ピカチュウ。ピカチュウ。ピカチュウ。え、ピカチュウ。頭だけじゃ、なかなかピカチュウ。え。ピ、ピカイチ。ピカモニ、ピカモニ。いや、それはそれでいいですよ。でも、ピカチュウは。ピカチュウなんですよ。もう勘弁してくれよ。もう何やね。ちょっと待って。俺は何や、もうピカに関して言い方も間違えてんのか。 ピカ仲間やのに。ねピカ仲間、こんだけピカ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 言われて。え、ピカチュウって言うの。ピカチュウって言ってるの、みんな。ピカチュウにしようか。ピカチュウの。ううなん、伸ばすの。ピカチュウはううかな。ううになるんじゃない、ピカチュウ。ピカチュウ。うん。いや、それがちょっと今、あの字にして。え。ピカチュウ。 ピカチュウのわでやったかな線やったかなって言とだからカタカナの問題いい問題なんですよまあまあ子供もね楽しいですけどねその範囲がねそうですだから「鬼滅の刃」僕もちょっとあんまり苦手やって途中で見るの断念したんですけどすごくヒットしてるもんっていっぱいあるじゃないですかいっぱいありますあるけども全員知らないじゃないですかそうですよいやだから ドラえもんとかそのミッキーマウスとかって、すごいなと思、ね、本当に全員わかりますもんね、まあ、一つには、そういうなんか、うん、なんか見るものっていうのは限られてた時代っていうのもありますけどね、うん、だからその当時テレビのもアニメとか、そればっかり見るとかはあったんですけど、それにしても、それにしても、今もですよ、やっぱりロングランなんですよ、そんな、ね、僕がちっちゃい時見てたものを、そうですね。 すすごいいと思ままほんにそう考えると例えば宮崎駿作品っていうのも素晴らしいと思うんですけどもだからって言ってすべての人が知ってるわけじゃないじゃないですかそうですね見ない人は見ないですからねそれ見なくて知らないことをなんでっていうやつが俺やんそれは理解できへんねん一応僕はほぼ見てるので知ってますけどそんな話になった時に「天空の城ラピュタ」 「天空の城ラピュタ」っていうのは見たことないねんって言った時に「え見たことないのなんで?」っていうそれがおかしいやろっていう見てないんやから不思議なねつっかかり方あれなんで見えへんのってなりますもんねなるほどしかも個々のキャラもですよ「お前スネ夫みたいやな」で通じるじゃないジャイアンなんてねクラスに一人絶対おるなあいう話やんかいや もうえげつないなって <laughs>、うん、影響力というか浸透の仕方、ね <laughs> うん、だからそのドラえもんとかミッキーまではいいけど、うん、その後っていうのは、ね、多分その先生は自分が好きだから、うん、もう当然しかも流行ってるから当然誰も彼も知ってるやろうねっていうことなんやけどいやいや「ドラえもん」と並べたらあかんよっていうことドとえもんは並べたらあかんやっぱ国民的 アニメ国民的な人気漫画とはまた違いますからね一時すごかったかもしれんけどピピカカチチュュウウ今までと思ってたそしたら今までラジオとかで生放送で「ピカチュウ!」っても子言ってたらみんなに笑われてたなんかうんってなってたでしょうね。そうな

先週覚えてます「風立ちぬ」はい、松田聖子さんの名曲、はい、あれ作ったの大瀧英一さんと、はい、もう今は亡きもう大瀧英一さん、えー、素晴らしい日本の、ねうん、作曲家でありミュージシャンですけど、はい、それとの,とのコラボのやつを去年発表したので。 聞いてもらったじゃないですか。松田聖子さんと大竹忍さんの一緒に。やっぱり松田聖子さん一人で歌ってる方がいいっていう。ちょっと申し訳ないですけど。飽き慣れてましたね。あのうわいらんな。ない俺らの大竹忍じゃあの素晴らしい方です。でもあの曲は。 ほんまにスナックで歌ってる時に隣からおっさんふわー入ってきてこいつなんやねんの,その全然すごい人なんですけどそれ別個でねねまたもうずーっと松田聖子さんの聞聴いてたからふわーって聴いててふわっとおっさん入ってくるからおっさん歌うなやっていう感覚にちょっと一瞬なったよという話で失礼しましたそれでだからえっと今日は大竹一さんの曲を用意させてもらってでまあ もう大ヒット曲いっぱいあるんですけども、それとは別に、だから大竹さん大竹さんがバーンとあのヒットする前に作ってた曲いっぱいいっぱいあるんですけど、これがちょうど金曜日の夜に聞くにはちょうどいい歌詞なんですよ。<ー>はい、聞いてください。大竹栄一楽しい夜更かし。山宏のピカイチラジオ MBS ラジオからお送りしています。 山本社交クラさあ行きますか、ロッシーニさん、お来た4週目も頑張ってきてくれましたので、まず、ね、素晴らしい、せていただいていいでしょうか。うんうん、どうぞ、はい 強化月間最後の週は背伸びせず等身大の心境を語らせてください。この方あの医療機関にお勤めで、えー、今好きな年上の彼女は研修医さん。 と付き合っていて仲悪い別れ方したってずっと言ってきましたけどたびたびその研修員のことを元彼付き合っていたと紹介されていますが人は付き合っっていいませんそそううう関係があただけです彼女は本気でしたが向こうは体目的だったというそういう関係なんでそこはっきりしたいねんな。だから怒ってたんですねそんな研修医の研修期間が終わり10月の移動で去ってくれることになりました。 <laughs> ちなみにお三方は研修医にどんなイメージを持たれていますか。チャライ、まあそうやな、うん、冷たい。うん、あでもなんかシュッとしててかっこいい。うん、まあそうそうそう。まあお医者さんやからお医者さんの息子かなんかでちょっと,、ね、ょっと色白の細身、うん、長身なんかちょっと眼鏡がなんかかけたりして、卒のないタイプ。はいはいはい。実は彼は新奇臭い雰囲気で。 <え>お世辞でもイケメンでもありません,ん彼女医曰く研修医は代々厳格な医者の家系で育ち幼少期から親のプレッシャーに耐えてきたそうですう3年ダブって無名の私立医大を卒業したとか、えー 爽やかイケメン国立大卒のどれ,にも当ては、ま、どれかに当てはまっていたなら私も納得します、うん、もしくは付き合っていて別れたなら気まずさはあってもここまで起こることもありませんでした何、うんうん、であの人なん他にも爽やかでイケメンで国立卒のお医者さんいっぱいおるやんと彼女に聞くと「うん、優しいとこもあるんよ辛い生い立ちやからかな他人の痛みを分かってるっていうか」とのこと。<laughs> 確かに私も研修医からの電話対応をしたことがありますがかなり優しい印象の人でした、えー、患者さんへの物腰も柔らかいです、えー、あ彼女はこういうところに惹かれたんかなでもせめて付き合っておいてほしかったな、うん、どんな状況をやったかは知りたくもないけど、うん、研修医側からしたら末恵善食わねば男の恥的な状況やったんかなといろいろ考えていました、うん、その研修医ですが同じ職場のお盛んな女医さんと いろいろあったようで<ー>病院を移動することになりましたやっぱり女癖が悪い人やったんやな、うん、一見優しいのにもったいないな、うん、と彼女に言うと別にどうでもいいよけどあんな態度を取ってる限り絶対天罰下ると思うからと吐き捨てていましたそうなとにもかくにもようやく孔子ともに穏やかに過ごせそうです、うん、今までこんな経験の浅い弱輩者の意見を聞いてもらい本当にありがとうございました これが今週のお題で,でございます うんおいおお最後の締めくくり挨拶でしたね普通の手紙や手紙でしたねでもあの何やこれともならないもちろんやっぱりちゃんと毎週ちゃんとこういうの求められてるよ言たら必死でねちゃんともう送ってきてくれてたのに最後まで何言われようが最後までやっぱり投稿し続けてくれたなかなか僕も選ばなかったのでね <laughs> えー、これはやっぱ選べ選ばないというのは、うん、これは厳格なる審査でスッチ衣賞というのを差し上げてますからでも今回訂正してほしかったっていうことでね、うん、その研修医の方、はい、なんか研修医の方に興味が湧いて。 そこですよね多分、うん、まあ見た目はそんな新経臭くても、うん、<laughs> 優しい人であることは間違いないいねいキャラクターとしたら、うん、こうでこうでって言ったらもうまあ123ときたら次456なはずなんですよ。ななんとなくやけどあ優しい 奇臭い患者やけど、優しいね、うん、もう,もう患者さんの対応もこんなんやねん。うん、っていうことは、こうでしょうなのに、女性に対しては、えってなるじゃないですかそれも、もう多分途中からですわ。うん から多分多分だから、神気臭くて、見た目がもう一つやったら、まず女の子、まず寄ってきません、でも、優しくて、で割と豆やったりするんですよ。そして医者になって医者になってる、それだったら、最初はいいんですよ、患者さんとか、いろんな人にも当たりがいい、そのあたりで最初、アプローチしますから、やっぱりその、ロろォろっと来るわけですんだただ、聞いてた女医さんとの話もやけど、後が悪いね、その関係になった。 どっかで言われてるんですかね昔からその付き合うとか結婚するとかっていうのは慎重になってくれとそうそう家で大病院のお嬢さんとみたいなねあるかもしれませんだからまあ俺は選べる立場なんだっていうのがどっかであるんすかあるかもしれないやっぱそれに対してちょっとイラッときてたんかなそれはロッシーニさんの気持ちはわかりますよそうかここへて ロッシーニさん、うん、そりゃそうよねって思いましたね。<laughs> そうですね。うんなんか最初、またそんなちっちゃいこと言うてみたいなこと言ってましたけど。言ってた。一回目の時はそう思ったうん、うん。やっぱり全部聞いてみないとわかんないもので。そうですね。えー ドラマに出てくるようなちょっとチャラい感じのあれでそんな相手したらあかんで自分がちっちゃく見られるよって言ってたけどちょっと思ってたのと違いましたね。相手は相手だけにねだから4週続けて聞かんと分からんこともあるね。なんとなく物語は全体像でよく続けてくれましたというありがとうございますという感じですね。 でも今月ロッシーニさんがいろいろとこの月刊を引っ張ってくれた感じはありましたけどただこれはもうこれはこれそれはそれもう別ですからありがとうございましたという言葉を送らさせていただきますではメイズィッシュウィリアム・テル・ミさんこれね「ウィリアム・テル・序曲」って曲あるじゃないですかこれロッシーニの作曲というおれな ラジオネームの付け方をしてくださった<ー>ウィリアム・テルミさんでございます私は大学生くらいからなぜか彼氏のいる人や奥さんのいる人に告白されるのです<ー>私は特に美人というわけではなく顔は中の上、<ー>中肉中背でバストは大きめです、うん、性格は真面目、お嬢様タイプではなく庶民的だと思います、うん 何人か告白された中で本気で私も好きになった上司がいます、うん、出会ったのはちょうど育児休暇から職場復帰をし同時に転勤した35歳の時、うん、今から24年前ですた、うん、して59歳ですね、うんうん、子供2人を相手に毎日バタバタしていました、うん、私自身人生で一番くたびれていたといいますかおしゃれする間もなく出勤していた頃です、うん 打ち合わせで他の人がたまたま席を外し上司と2人きりになった時「最近俺の夢にウィ,ウィリアム・テルミさんがよく出てくるねん」と言われましたその上司は職場での信頼は厚く誰にでも親しく話をしてくださり今でもここまで素晴らしい上司はいません土日はスポーツクラブで子どもたちに教えるスポーツマンでした 最初その告白を聞いた時はピンときませんでしたが日を追うごとに「もしかしてあれは告白?」みたいに思いとても嬉しかったのを覚えています、うん、美人でもなくおしゃれもしていない私の内面に魅力的なところがあるのかとときめきました、うん、上司は女性にはとても不器用そうな人で特に進展もなく1ヶ月ほどしてやっとメアドの交換をしました、うん、ある休日メールが来て「今出勤しているのだけど」 来れないかと書かれていましたうん、うん、夫に子供を預け職場に向かいました<ー>上司はドアの鍵を閉め隅っこの事務所の給湯室で激しく抱き合いました<ー>好きなんだからキスしたい気持ちは自然やなという上司キスも激しくてでもどこか不器用でした、うん、その人らしくてとても良かったのです、うん その後横横ににれる狭い空間に移動2人でたたわってまたキス自然にそのまま下着を取って「そろそろかな?」と上司の腰が私に当たった時小さいうめき声のあと上司は達していました仕事バリバリの上司から想像できないこの情けない感じが微笑ましくて慌ててティッシュを取りに走ったのが今思えばおかしいです。 わかりましたか、この状況ね。ね腰が当たっ、当たっただけで小さいうめき声なの後、上司は出し,てました。たその瞬間。はい。うん、そんな、なんでそんな。興奮しすぎたん。しすぎたんでしょうね。じ <laughs>、ね、もう、ふれ、触れた瞬間にも。はあ。はい、すごいな、ね。その日はそれで終わり。その後、メールのやり取りだけで一年半ほど過ぎました。うん、その間、もう、私のこと好きじゃなくなったのかなとか。 初めてがうまくいかなかったことがト,トラウマになっているのかななどいろいろ考えて不安になっていました、うん、しばらくしてラブホに行こうとメールが来た時はルンルンでした <laughs> 車を降りたら手をつないで部屋へその後ごくたまに休日に連絡が来てラブホに行くというのが私たちのデートでした、うん、仕事の愚痴を分厚い胸の上で重なって聞きながら 私がこの人のメンタルの安定剤になっていたら本望だなと思っていました、うん、同時にこの関係にもいつかは終わりがあるのかなどうやって終わるのだろうと考えることもありました、うん、その後上司が昇進して転勤しそれからも同じようにラブホで3ヶ月に一度くらい会っていました、うん、彼が疲れていそうな時は私が積極的に上に乗りました 行為そのものよりも二人で温かい体を重ねるということにときめいていましたしそれで満足でしたいつも今日が最後かもしれないと思って悔いのないように彼のことを強く抱きしめていましたそうこうしているうちに定年退職され少し体調を崩したこともあって二人きりで会うことは自然になくなりましたでも職場のみんなが仲が良く年に一度くらい 退職者を含めたグループで食事会がありそこで親しく話しますまた季節が変わるくらいのタイミングで個人的に LINE をして近況報告をしています、うん、いい感じでいい関係のままついに自分も来年還暦を迎えることに驚いています、うん、人生で一番好きになった人だと言い切れます、うん、飾らない自分を好きになってくれた上司のおかげで自分に自信を持つことができました そして彼が退職するまで見えないところで支えることができたと自負していますこれらのことは墓場まで持っていくつもりでしたが最近の社交クラブを聞いていたらいてもたってもいられない気持ちになった次第です <laughs> <ー>追伸、名簿を打っている間にあの頃に戻ったようですっかりカラカラになったと思っていた私の体に反応がありました完璧やないか。完璧や <laughs> ちょっとも、ロッシーニさんは。妻 <laughs> 相手強すぎるわ。うん、もうスッチー賞の最終日を飾るにふさわしいメインビッシュでしたよ。二十四年間の物語でしたね。はい、いや、ほで、ちゃんと激しい描写のシーンもあり。うんうん、うん、心の動きとか。時間の経過流れとか。やいや、これ。 よく、ねそのうん、社交クラブ聞いてて自分も同じような経験してた方が聞いて,てこて涙が流れたとか<ー>よく言うじゃないですか、うんねすね、そんな送ってくれてはるじゃないですか、えー、いやほんまこれなんかも、うん、そんなんと一緒やと思うんですよ。そういうういだから同じようなね、うん 体験というかもうこれは墓場まで持っていこうと思ってるようなことが結構やっぱりねたくさんあるっていうことなんですよ。なんか感覚の空き方とかもなんかすごいリアルで1ヶ月に1回とかが3ヶ月に1回なったりとかほん今日が最後やって思いながら抱きしめてたとかこの辺のね心の動きね。 そして最初のねドキドキしたあっという間に終わっりまったしかもね急に会社に来られる。あそうそう今おいで言うてここやったら今日やったら大丈夫大丈夫。誰もおれへんっていうねだロッシーニさんはもう全然その悪くないですかまだまだお若いんでね若いからもう今後いろいろあって年齢いった時に多分これぐらいのことを かかけるんじゃないかないいっていうやっぱ若いから、ねうん、今のロスチーニにそれを求めようとも思わないし、うん、これからいろんな経験重ねてもらって、うんでまあ、この番組はいつまで続いてるか分かりませんけれども、うん、やがてロスチーニに成長した姿を、うんはい、そうそうそうま、ね ということで今週のスッチーショーはウィリアム・テルミさんにお送りいたしますおめでとうございます間歴のお祝いに本当お話しさせてもらいましたさあスッチー賞に続いてはミクロナイザープレゼントでございましたカイトリマックスさんからいただいた大ヒット中の大人の武器小さなウマナイザーことミクロナイザーリスナー3人の方にプレゼントいたします欲しい方はなぜ必要なのか 誰とどのように使うのかできるだけ詳しく書いてご応募ください10月の放送の中で3人で厳正なる審査を行いこの人にあげたいという方を決めたいと思いますまだ間に合いますのでぜひご応募くださいませいいですねはい、その理由本当に知りたいですねそこが大事はい。うん。で、価値観調査はできなくなりましたあま今日はこのちょっと要因にしたりながらねウィリアムテルミさんはい

1> 1ヶ月間やっぱちゃんとそ,の、まあ、それぞれの,、うん、あのお便りもすごく聞き応えありましたし、はい、それをさらに白熱させてくれたのがロシーニさん、はいはいうん、なんか対戦という感じにもなりましたしね、うんなりましたうん、本来はそういうもんではないんですけど、えーうん、ここからどう選ぶねんやったけどやっぱちょっと対戦感も出てきて何、はいうん、かほんで割とえっと 空回り実はしてんねんけど、うん、本人の中でこ,こっち送ってくるのは、えー、でもええー、感じでこの番組には、うん、な,んなんていうの役割的で素晴らしいね、うん、えものがありましたんで、うん、なんかほんま特別賞をあげたいなっていうぐらいですよねいや本当によかったな、うん、今日のウィリアム・テルミさんの話も、うん、なかなかなこれ24年間、えー、そうですなんかほんまに 一本の映画見た後ような感じ最初激しいのから来てだって職場の給湯室で中ューしてその後横にいつになれるだけのスペース狭い空間そこですぐ果てるっていうでもなんかただただ切ないわけでもなないね心むちゃくちゃ満たされてるからこそやねウィリアム・テルミさんが。 何やろうなこれ多分同じ経験してる人からしたらうんほんまにああわかるなっていろんな職場でそれはあると思いますお互いちゃんと相手の家庭は潰さないようにちゃんとしてるからこその寂しさというかそうやな えっとルール違反しなル、うん、ルールをちゃんと作ってお互い分かってんねんけど分かってるからしんどいみたいな、うん、おっしゃる通りですねあとあの人の続報を聞きたいな3品ああ9月末だ今ぐらいちゃいますちょうど、ね、いよいよ、はい、奥さんに言ったら奥さんの方がまあまあ乗ってきた乗ってきたっていうよもやの。 ネットでもそんなちょっと怖いけどねネットで相手見つけるって言れけど知りたいわはよう来週ぐらい来るんちゃういいまななったかピピカカチチュュウやねウ まちがいだな。<laughs> <ん> <laughs> まあ言いたいように言えばいいんですけど、まあね。はい。でも全員が一瞬にして笑ったということは、うん、やっぱり違和感があったんで僕は、ね。<laughs> そうですね。ピカチュウはね。ピカチュウ、ピカチュウか。ピカチュウを見たことがないんで。その。 テレビポケットモンスターのアニメを、ね、アニメでピカチュウなんか喋ってるなーっていう動きを見たことあるんですけど、うん、音に音出して見たことがない<ー>だから呼び方は勝手にピカチュウというふうに言ってましたけどピカチュウですねはいます。逆ですピカチュウです、ねはい <laughs> いや私はもう…分かってんねんけどなさんざん散々喋って最終的に「分かっとらへんやないか」<laughs> そっちの方がおもろかったな <laughs> いやいや分かってなかったもんほんまに <laughs> そっちの方がおもろかったなじゃなくて <laughs> ほんまに分かってなかったや <laughs> 俺は「ピカチュウやな」っていう言い方でしたんでしょ、うん、と思ったんですけど「ピカチュウやな」って言ってたや、ねうんなあ<今> <laughs> 分かんな <laughs> 大ーりニり戻ったから <laughs>、うん はい、帰りましょうかはい。ではまた来週です。<laughs> い <laughs>